こんにちは。突然ですが皆さんは鳥獣武者というテーマをご存知でしょうか。このテーマは墓地に魔法罠を浮かないことで進化を発揮する不動のテーマです。今回追加されたパックによりその鳥獣武者は超強化を果たし先行ワンターンキルを決める相手を不動とさせるテーマとなります。 OCG ではブレイクアーマーを禁止にすることによりできなくなりましたが、おそらく MD でも禁止になっていることでしょう。そこで今回は出張ギミックとしての鳥獣武者を見ていこうと思います。まず新規のカード効果をさっくりと見ていきましょう。バイクは手札から捨てて鳥獣武者をサーチ。若牛は B 効果により B スケールを1枚置いて自身を特殊召喚しシンクロ素材になると B スケールへ。ビッグ弁慶は B 効果によりデッキから鳥獣武者ソウルをサーチ。サーチ先のガイアブースターは手札から鳥獣武者に装備してその後特殊召喚できるユニオンの上位互換。ちなみに装備している間はなぜかそのモンスターをチューナーにします。頭おかしいか。この出張セットでできることはレベル8か10のシンクロ召喚、レベル5、6のシンクロ召喚、ランク4のエクシーズ召喚、1と8の P スケールを揃える。いずれも1枚初動で召喚権を使いません。例を挙げると召喚権を使わずにバロネス形何の制約もかからない。いかに壊れた出張セットかわかると思います。バイクから入ればレベル10シンクロまでつながり、若牛から入ればレベル8シンクロで止まると覚えておくと良いと思います。それでは出張展開を見ていきましょう。手札からバイクの効果を使って若牛をサーチ。サーチしてきた若牛の P 効果を発動。ビッグ弁慶を P スケールに置いて自身を特殊召喚。ビッグ弁慶の P 効果によりガイアブースターをサーチ。ガイアブースターの効果により若牛に装備してそのまま特殊召喚。これにより召喚権を使わず何の制約もかからずレベル4のチューナーと非チューナーが並んでいます。ここからレベル10を立てる場合はアクセルシンクロスターダストをシンクロすると墓地のバイクを特殊召喚できます。またレベル5か6をシンクロしたい場合はサーチ先の超獣武者をシャインクローかダブルホーンにするといいです。何のコストも制約もなくこの展開ができるのが鳥獣武者の出張ギミックとなります。極論ですが素引きをせずに必ず初手にバイクを引く自信があるなら出張枚数の最小は4枚となり中シンクロをしないなら若牛以下3枚で十分です。皆さんもこのお手軽出張ギミックで遊んでみてはいかがでしょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。